どうもこんにちは、おっさんゲームズです。 Wii スポーツリゾートのチャンバラでサムライを目指す第15回となっております。まあ、やることはチャンバラの試合です。剣を振って相手を場外に落とせば勝負あり、3本のうち2本先取で勝利でござるとなっております。一人でいきます。はい、確認してください。起きましたよ。確認してください。確認してください。 OK 決定。はい、本日のお相手は熟練度1305のネリーさんですね。なんだろう、すごく動きが俊敏ですね、この人。なんだろう、怖い、メガネのちょっとおばさまっていうか、うん、なんだろう、うまい形容詞が思い浮かびませんでした。さあ、今日も勝つよ。ちょっと状況を見るために、まずは守る。ここに仕掛けて攻撃。おっと、おっ、ほ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 っ、勝てるような気がしたよ。勝負ありです。いやー、今日はもうなんか勝利の方程式が見えています。ちょっと噛んでしまいました、すみません。勝てる気がします。構えて速攻でいこう。はじめ、ほっ、ほっ、ダメだ、ほっ、ほっ、ほっ、うわーっとー、あー、ごめんなさい、調子に乗っちゃった。勝利の方程式って一体なんだよって今、すみません、自分自身が恥ずかしくなってきました。バカだ、ネットでなんかそういう言葉があったんで使っちゃったのがいけなかった。 OK 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 勝負ありです。リカバリーしましたよ。速攻で決めてやりました。勝ちました。いやー、やばかった、1本取られちゃいましたからね。熟練度としては、58上がって1361となりました。そろそろマットが近づいてきてると思いますね。はい、というわけで見事勝つことができましたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。 Please subscribe、 できましたらチャンネル登録よろしくお願いします。私は任天堂クリエイターズプログラムのライセンスによってこの動画で任天堂コンテンツを使用しています。この動画は任天堂による援助や支援がなされているものではありませんが、この動画から得られる広告収益は任天堂と分け合われます。